先の戦、敵将を多く倒したが、我を滅ぼす強者は世になきか。ああ、こないだの戦楽しかったな。敵兵をたくさんひどい目に遭わせちゃった。この前の戦いはうまくいったわ。次もたくさん敵を倒してみせるから。心境に封じ。モサイ、我が共に戦ってやろう。存分に破滅を導くがいい。さて、近くに強造たちがおるようで、我がしもべにふさわしい見定めよう。楽にしてやる。何だ、九尾の狐だと。なぜそのようなものが来るのか。いや、今は考えている場合ではない。直ちに迎撃するのだ。九尾の狐が現れたのか。諸徳川軍との演習は中止だ。狐を攻める。お見事な暴れぶり。人の情をもてあそぶラッキーの戦。わらわには胸のすく思いじゃ。それ以外に価値などない。練習の次は狐と戦いだ。俺様はお宝探しに来てってのに。この狐、宝のあるかを知らねえか。楽にしてやる。楽にしてやる。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。おお、あたりの子らにあだなすようこよ。天の奇跡をもってさばいてくれよ。意図おかしい。措置の奇跡とは、わらわを楽しませてみよう。おお、この力まさに天の奇跡。ようこよ。いや、どうしよう。我も共に参ろうぞ。はて、どうしとる。まあよい。措置の労働を許そうぞ。
戦の神に見入られておるのじゃ。わらわが引きつけられたのに、そう。我らも進軍せよ。騒乱の火種を消す。お首もらった。楽にしよう。お見事な暴れぶり。楽にしてやる。怖いぞ。壊し尽くす。それ以外に価値などない。おう、貴様姉ちゃん、お宝のありかを知らねえか。姉ちゃん、わらわのことと、お宝の、はて知らぬな。動き方に変身する。よし、決めた。あんたの友をさせてあもらうじ。なんと人殿が寝返っただろう。私が至らないばかりに。俺たちも行くぞ。仲間倒した。残る者どもを品定めするとしようぞ。やったわ。私、真の三国武将ね。身を顧みぬ働き、天もお喜びでしょう。変わっておるの。
まずまずの座標であったわ。我がしもべにふさわしき者もいたようじゃ。脆い。脆すぎる。で